はいどうもコミです。さて本日はこちらつむぎ組さんからですね動画をお届けしたいというふうに思います。私のチャンネルなんですけども、基本的にはクラン対戦の解説動画をやっております。タンホール12からですね、14まで幅広く扱っておりますので、で今回タンホール12の動画になるんですけども、ぜひ最後までご覧いただきまして、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いできたらというふうに思います。で、本日の、メインテーマはですね、ライトニングラバルに関して、見ていきたいなというふうに思っています。でなぜかというと、今タウンホール14ですね、非常にスーサイドって言われる、まあ、ヒーラーとかを使わずに、最初ヒーローでドドッとこう削ってから、あとラバルを回すとか、まあ、ディガオグ回すとか、まあ、そういったようなですね、攻め方っていうのがすごく、流行っているし、強いんですね。まあ、ちょっとこれは、また別にですね、こう動画を上げるので、そちら見てほしいと思うんですが、で、今、まあ、こういう環境が14で来ているので、おそらくですね、まあ、これから修正が入るにしても、それほど使えなくなるようなレベルにはならないだろうと思ったときに、まあ、12からですね、やっぱ数サイドを始めたいって方もいると思うんですね。で、そういったときに、結構入りやすいのが、まあ、この形なのかなというふうに一個思うので、まあ、そこをですね、見ていきたいなというふうに思っています。まあ、12でやるときに、突撃タンスパイズから入っていくっていうパターンもあるんですけども、それをやるかないしは今回見てもらうこの、ライトニングラバルのどちらかかなっていうふうに思ってます。で、まずオボティンさんのアタックですね。これを見ていってほしいんですが、ポイントになるのは、ここですね、ここ。中央に一個孤立している、これとこれ。エアスイーパーとマルチインフェルノですね。これがポイントです。で、こういう村って結構落としにくい上に、タンホール12ではよくあるんですね。マルチインフェルノが3本、あとインフェルノが3本使えるんで、こんな風に、中央にもうマルチを1個孤立させるっていうタイプが今非常に流行っています。で、落としにくいんですよ、この真ん中のマルチって。バルーンとかを向かわせようと思ってもなかなかここに向かってくんないし、まあディガホグなんかもそうですよね。かといって大量のユニットをこの中央部に向かわせるにはちょっともったないかな。向かった瞬間に周りからね、こう、四方八方から袋叩きにされてやられちゃうっていうケースがあるんで。で、そういう時に使えるのが、今みたいにですね、コライトニングとクエイクを使って折っちゃうんですね。このインフェルノを。で、折った上で、この折ったところの外周部、こういうところをヒーローで削っていっても、今回はこの十二重角のここまで、ボマーで削ってますよね。で、そうすることによって残った配置っていうのが、まあ大体こういう風な形になるわけですね。こういう風な形に。見えますよね。そう、ここからバルーンをドーンと展開していくんですね。で、展開していって、だんだんとこう集めていきながら、最後こう分散させていって、この辺に着陸するという形ですね。こんな風に、ですね、真ん中のライトニングによって、インフェルノを落としちゃうと、その後のバルーンがむしろ回しやすくなるっていうのが、この、中央、インフェルノ孤立配置の特徴ですね。で、グランドボディのトームはきっちりとこのタンホールの爆破ダメージに合わせてバルーンが落ちないようにしていくということができてくると、結構ですね、形としてはもう本当に、テンプレ的な、このライトニングラバルの形がこれで出来上がるかなというふうに思います。で、まあ、一個注意しなきゃいけないのは、回収ですね。今もうそこでこれガーゴイルがここにいますけども、こんな風に少し余裕を見て、バルーン出した直後ぐらいにパパッとね、回収のガーゴール出しておくっていうのがこれ非常に重要ですね。これやんないと結構時間切れが多くなっちゃうので、初心者上級者関わらずここは抑えるべきポイントなんですが、何にせよこの中心部分に、こういうふうにマルチが孤立しているような配置を見つけたらそこに対してライトニングを打っていくっていうパターンで、ぜひですね、ラバルをこれから始めたいと思う方は、そういう村を見つけたら試してみるっていうのはいいかもしれません。もうね、これ結構いいんですよ。何かっていうと中央部分がこういう風にマルチインフェルノしかないことによって、今、キング、クイーンでここ削ったじゃないですか。これちょっとまあもう一回村の形を見ますかね。ここを削っていったんですけど、削っていったこの部分を、まあ、削るときに、こんなに、中央部分からこうダメージを受けるっていうことがあんま、まあそんなないんですよね。なんで、四方八方からこの区画に入った瞬間に、袋叩きにされちゃうみたいなことがないっていうのが結構、逆にそこは、なんていうか逆手にとって、ライトニングで中央を潰す、そこに隣接する部分っていうのはこの部分ですね。こういうふうに全部こう、色プラスライトニングで潰しちゃうっていう形ですね。こんなふうに。
というような形で、序盤に、区画を削ってから、ラバールを回すっていう形をすると結構ですね、決まりやすいかなっていう、まあ、一つの、攻めのテンプレ的な形で、このパターンを覚えておくと、ラバールを初めてやろうとする方にとってはいいんじゃないかなと思います。でね、クイヒーラバルから始めようとする方も結構いると思うんですけども、正直おすすめしないですね。クイラバめちゃくちゃ難しいと思います。初めてやる方にとっては、まずクイヒーが、落ちた瞬間にも、ヒーラーがつく相手を失って腐っちゃうので、まあ、そういう意味でもクイヒーの難しさもあるし、かつ、それによってラバルのルートをどう作るかっていう、何を何で倒すのかっていう、そのね、やっぱり、得て増えてがバルーンにもあるんですね。相手のヒーローとか防衛軍は倒せないので、でそういうところを見極めながら使っていこうと思った時には、やっぱスーザイドの方がまた多分、序盤入りとしては、楽なのかなと思います。ハードルは低いかなと思うので、まあ、ぜひですね、タウンホール、14になることも、まあ、これから見据えて、そういう攻めをしてもらうと、結構ですね、幅も広がっていいのかなと思います。結構、つむい組さんはですね、いわゆるネクロボーラー系のドバ出しのネクロマンサー使った戦術とラバルが多いですね。タウンホール12、13に関して言って。それでかなりですね、もう全開率が高い、チームですので、実績としては十分あると思って安心して、この辺の戦術使ってもらっていいんじゃないかなというふうに。ライトニングでしっかりこのマルチインフェルノを追っていきますね。ここにクエイクを割って最後、返していく。これ、マルチインフェルノに対して、ライトニングを打つっていうのは、なんていうのかな。コスパが13とかに比べていいんですね。ライトニングの呪文の数少なくて済むので。で、そういうところも、なんていうかな、このタンホール11で、ライトニングラバルっていうのがやりやすい理由の一つですかね。13になってくると、ライトニングの呪文1個多く打たなきゃいけないんですけども、まあ、それが順位では1個少なくて済む。レベルマックスのライトニングが使えるのに、インフェルノのレベルが低いという、その、相対的な効果ですね。そこに、アドバンテージが一つあるのかなってところですね。で、今回も同じ中央部を削ることによって、キングとクイーンがなかなか落ちないんですね。こう、生き生き仕事をしてくれる。で、こうなってくると、さあ、ラバルをどっから展開しますかっていうことなんですけども、こっち側ですね。で、しっかりと、広い方から狭い方に入っていくんですね。こういう風に。こんなイメージですね。これ、ね、逆にしてしまうと、結構ですね、バルーンのコントロールが難しいです。ラバルやるときには、エブリを入れたらなるべく広い方から狭い方、さっきの1本目の、オポティンさんのアタックもそうでしたが、広いところから狭い方に、こういう風にですね、バルーンを最後集結させていけるような、そういう絵を描いていくと割といいかなというところですね。で、もうこれはもう完全にですね、の余裕のフリーズですね。これなんでここにフリーズだったんでしょうね。余裕のフリーズじゃなくて、多分なんか打ち間違えたでしょうね。ガーゴイドを出そうと思ってフリーズ言っちゃったのかな。わかんないんだけど。シュウさんそんなにドヤ呪文を打ちまくる方ではないので、おそらくですね、何かの間違いでフリーズ打っちゃったんですが、まあ、それをやったとしても、これだけの余裕のですね、全開になるわけですよ。このままヘイスも余ってるんで、時間短縮ですね。きっちりバルーン出しをヘイスに乗っけて、一気に最後の防衛を壊しながら、散らばせて、全開という形ですね。時間何秒かな？あと2分20、うん、そうですね、25秒ぐらいですね。非常に速い、スピーディーな全開でした。と、まあ、いう形で、まあ、今回のもう一回ですね、これ、村の形を見ていくと、あと間違えたごめんなさい。こっちですね。見ていくと、中央部分ですね、ここ、しっかりとインフェルノを壊すことができれば、インフェルノ核からダメージを受けることもないし、あとこっち方面ですね。この辺っていうのをゴリ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 とこうね、キングクイーンで削っていく。相手のアージアクイーンを落とすことができれば、これはラバルを回すので非常に大きなアドバンテージになるということと、この防衛軍ですね、失礼しました。これ、防衛軍に関してもそうで、中に入っているのがラバハンドとかアイスゴーレムとか、そういう空に反応しないような援軍っていうのも結構やっぱ多いんですよね。で、そういう場合にはもう釣らずに、無視して攻めてしまうことができるっていうのもこのスーサイトの狙い方です。釣らざるを得ないど真ん中にクランジョがある場合っていうのは、それに対してどうしても処理する手間が生じるんですけど、角っこにあったりする場合で、陸に反応しない場合、これも食券で攻める場合には、そこわかんないんで、もうポイズン持っていくとかね、いろいろこう、画策する必要はあるんですけども、非所見で攻めれる場合っていうのはもう、防衛軍の中身を見て、で、このマルチインフェルノが中央にあるってことを見て、あ、これはもう援軍無視のラバルだなとかね、そんな風にこう、ね、戦術が組み合わせられていくと、
いいと思います。チームの中で一人こういうのができるといいと思いますね。みんなができなくてもいいと思うんです。でですね、形としてはだから真ん中にマルチインフェルノがあるような村。で、それが孤立してるような村ですね。他の村見てもらうと、まあ、さっきちょっと開いちゃいましたけども、こんな感じの村。これ、シューさんのアタックですけども、こういうタイプに対しては、シューさんですね、これ、スブさんですね。クイヒラバルにしていますね。で、あえてここに関しては、スーラバしないのは、中央部分、この辺に、さっきみたいにマルチインフェルとかがないので、そういう村を攻める場合には必ずしもスーラバをするのが正解というふうに、考えなくてもいいのかなっていうところですね。同じ方でもこう村によってやっぱ攻めを使い分ける。ラバルはラバルでもクイラバなのかスーラバなのかってことですね。いうところを使い分けてます。で、ラストですね、見ていきたいのはゾディアックさんのアタック見ていきたいと思うんですけども、アンホール11だとまだ話が変わるんですね。これね、天才、スーサイドラバルなんですよ。同じ戦術なんですけども、ここを使っていくのは何かっていうと、相手のアーチャークイーンを潰していくんですね。こうやってライトニングで。で、潰した上で、上行くの呪文で、中心部分少しだけ削るっていう感じですね。で、まあ、この後はやっぱりスーサイドからのラバルになっていくわけなんですけども、なんていうのかな、村の作りが違うんですね。まあ、ガチ配置でなければ、結構、そこら辺っていろんなパターンがあるのかもしれないですけども、強い11を攻めるようになればなるほど、中央部分で孤立するのが、アンホール11においてはイーグル砲なんですね。マルチインフェンドとかではないんです。で、イーグル砲をむしろ中央に置かれてしまうと、そこにライトニングを使って潰そうと思った時に呪文の枠が結構取られちゃうんですね。あんまり美味しくないので、であれば、タウンホール11で、この、天才ラバルする場合っていうのは、ちょっとですね、この今、アーチャークイーンとキングが出てきた面からすると、遠いんですよね、ここ。アーチャークイーンの位置が。これは、アーチャークイーンがアーチャークイーンに対して、こう、相対するの少し先になっちゃうじゃないですか。で、こういう場合にはもう、ライトニングで、アーチャークイーンを落としておいてから、形を作っていくっていうパターンですね。そういうふうに、これは組んでいって。で、相手の援軍、ラバーワルですね。これに関しては、どっかに多分これ、アーチャーとか出してんのかな、出してないですね。よく鉄板のパターンは、これ初見、もしかしたら初見だったのかもしれないですね。相手のラババルに対して、あまりですね、手をかけたくない場合っていうのは、アーチャーとか一体持ってきておいて、こういうところに釣っちゃうんですね。こういうところに。アーチャーとかをこの35本目とか出しておいて、全部こう釣ってしまう。で、釣ってしまって、もうラバルを完全にもう隅っこでもう味噌かすにしちゃうっていう手がありますね。今回してませんでしたけど。で、これはなかなか苦戦するパターンですね。中央部分にやっぱここにマルチが1本残っちゃったんで、ここに関しては少し苦労はするんですが、そのための機械でヒール持っていってますね。これはうまいですね。ヒールを使ってマルチインフェルノを実質完封、マルチを食らいながらも、ヒールの方が回復力が高いんで、回復しちゃうんですね、これね。すごいな。こんな形でマルチインフェルノバルーン1体で落として残ったところっていうのを、外周流れていたバルーンたちにやっつけてもらうと。いう感じですね。いや、うまい。タウンホール11と12での、まあ、その村の特徴の、まあ、村の作り方の違いというかね、いうところがやっぱりあるので、繰り返しになりますけども、12の場合っていうのはやっぱ狙うべきは、ど真ん中にマルチインフェルノが孤立してる配置、まあ、そこに対してライトニンググラバっていうのは割と刺さりやすいということですね。結構いやらしいです。他の攻め方でやってみてもらうとわかるんですが、真ん中にマルチが孤立してるのは結構やりにくいんですよね。なんで、そのこと、ここを、ライトニングで落としちゃうっていうね、ことで練習してみてもらうと、割と、あれあれ意外とうまくいくみたいなことがもしかしたら起こるかなというふうに、僕は思いますので、ぜひね、試してみてもらえたらというふうに思います。アンホール10時においてはそういう配置にあんまり見かけないので、真ん中にイーグル砲があるパターン結構多いですが、ここにライトニングクエイクを使うのはコスパ的に、個人的にはあんま良くないと思います。で、そのこと、ボマーとかをね、当てていくとかした方がいいと思うので、まあ、またそれは、私の過去動画でもですね、タウンホール11における、ラバルのアタックのテンプレ的な編成と攻め方とか上げてますのでね、プレイリストから11のアタックまとめて見てもらえますので、そこから選んで見てもらえたら、参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日はタウンホール12のですね、ライトニングラバルに関して見ていきました。この後ですね、1本か2本後の動画で、タウンホール14におけるそのスーラバですよね、の、
破壊力っていうのを改めてちょっと動画化したいというふうに思ってますので、それをちょっと合わせて見てもらうと、皆さんの中でですね、その12の方においては、14でどういうアタックにこのね、このライトニングスーラバーっていうのが繋がっていくんだろうっていう、そのイメージが持ってもらえるかと思うんですね。そちらの方もチェックしてもらえたら嬉しいです。では本日の動画はこれで終わりにしたいと思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、エタンフォール12から14まで幅広くやってますのでね、これからもご視聴引き続きよろしくお願いできれば幸いです。では、また皆さんの次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。